青山円寿から1906年11月は、水戸藩士で、儒学者、史学者。藩校である、弘道館の教授頭取代理、商工官券総裁代役を務めた。字は桔梗、通称は、良四郎、鉄槍斎と号した。婦人運動家、山川菊江の外祖父。1820年、水戸藩士、青山信行の4、男として、水戸城下田見小路に生まれる。長じて、父に従い、江戸に滞在し、古賀道安の下で学んだ。その後水戸弘道館に出仕し、1843年には、訓導となった。1846年には、安政の大獄で謁居となった、主君、徳川斉昭の節縁を訴えるため紀州公に、上書を提出することを計画し、これが露見したため免職となった。しかし5年後の1853年、弘道館に復職し、1866年には、教授頭取代理及び商工官券総裁に昇進した。1868年、王政復古により、藩を追われ会津戦争に参戦していた、藩内諸政党が会津落城に伴い突如水戸を吸収し弘道館を占拠した。この際、病身にもかかわらず官軍支持の藩内主流派が立てこもる水戸城に向かおうとした円寿は徒歩に難渋して立ち往生し敵対する諸政党に囲まれたが辛くも除名された。しかし維新後武田金次郎が朝廷の意向を背景に藩政を独占し諸政党に対する報復を開始すると敵と歯を交えなかった円寿は密通を疑われることとなり1869年藩から蟄居処分を下された。この際職を奪われ、邸宅も没収されたため、家族と共に生活に困窮した。廃藩置県により放免となった円寿は、東京に転居し、以後東京府庁地歯科、新政府の収支局などに勤務した。1879年に官職を辞した後は、旅行や著述に勤しむ晩年を送り、死の直前には、水戸近くの河原の湖海岸に転居した。1906年死去。享年87。円寿の人柄や家庭生活は、後年、外孫の山川菊江により、覚書幕末の水戸藩などで活写されている。若年の頃は、槍術、水泳に優れ、特に槍術は主君である、徳川斉昭から、鉄の槍を拝領したこともある腕前で、号の、鉄槍はこれに由来する。四男に生まれて、長兄、信光のように本家を継ぐことはなく、二人の兄のように、他家の養子にならないまま、斉昭による別家召し出で独立し妻と共に小規模な一家を構えた。したがって、親を養い家を守る義務を負うことのない自由な、身の上だったこともあって、同居していた家族と数少ない従者や住み込みの、門弟に対して気取りのない態度で接し、さらに身寄りのなかった妻の生母を引き取り面倒を見た。円寿は快活かつ無遠慮な性格で世話好きであり、一家の主となってからも畑作業や襖の張り替えをこなし、門弟や親戚からはしばしば相談時を持ちかけられ、慕われていた。政治的な人脈としては、父や長兄の友人であった藤田東子や、それに連なる天狗党に近かったことから斉昭の節縁運動に参加したが、このことで慎重な性格で知られた信光から非難された。しかし、上記のような性格から、弘道館教授として、天狗党、諸政党双方に分け隔てなく、接したため両派に、知人、友人が多く、派閥抗争からは距離を置く態度をとった。以上のような人脈の広さから、弘道館戦争で敵対する諸政党に取り囲まれた際にも、旧知の人物から、先生ならよしと見逃してもらい命拾いすることができたが、これが通敵行為とみなされその後の蟄居処分につながった。父、信行は商工官編集。長兄の信光も同じく商工官編集で、円寿より13歳の年長であった。妻、菊との間に、良一、千代、冬の一男次女がいる。一人息子の良一は海外に長じ、東京に出てきてからは外国人について絵を習っていたがチフスにより早世。娘の千代は東京女子師範学校を首席卒業した後森田龍之介に嫁ぎ、冬は森家に嫁いだ。千代と森田との間に生まれた野菊栄は、はじめ青山家の養子となったがその後、山川仁と結婚、社会主義者、婦人運動家として名を成した。菊栄は、園寿の残した日記、書簡、さらに母、千代や親戚頃からの聞き書きをもとに、武家の女性、覚書幕末の水戸藩などを表した。ありがとうございます。